どうも、のどりの親父です。ということでですね、今回はクレーン無線合図、玉掛け合図についてね、もう徹底解説していきたいというふうに思っているんですけども、この動画一本見ればね、もう絶対明日から間違いなくもうクレーン無線合図は完璧だと、そのくらいクオリティ高い動画にしていきたいと思いますんで、皆さん見逃さないようにね、最後まで動画楽しんでください。それでは本編行ってみよう。ゴーヘイ。はい、ということでここからね、本編のクレーン無線合図の方解説していきたいんですが、皆さん一つ謝らなければならないことがあります。本編の音声がちゃんと取れていませんでした。本当に申し訳ございません。なのでこの後流れる動画はですね、後撮りでアフレコで解説を入れておりますので、若干映像と音声がずれてるところが、多々あるかもしれませんが、その一点ご了承ください。本当に申し訳ございません。それでは本編のクレーン無線合図の動画楽しんでください。どうぞ。はい、ということでですね、今回この映像で流れているこのタワークレーンだったりとかね、下のクローラークレーンとかも映ってるんですけども、こちらのクレーンをですね、実際に用意してね、クレーン無線合図なんて解説した方が分かりやすいんですけども、なかなか今回用意するのが難しかったので、まあその代わりと言っては何なんですけども、こちらのハッカーをですね、ハッカーに紐をつけて先端にテープを吊るしているこの試作品でね、玉掛けクレーン無線合図のね、解説をしていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。まあこのね、今写真でも写っている、このジブ、いわゆるクレーンの赤白ってなってるね、本体の部分のね、この竿みたいなところ、クレーンのジブ親とも言いますね。そことか、あの先端のワイヤーフックとかをですね、ハッカーだったりとか、先端にぶら下がってる青い紐ね、このワイヤーの部分を青い紐で、表して、で先端のフックとかその下に吊るされているものをですね、この先端についてる白い、テープでですね、表現してますんで、まあ、割とねこれね、他の動画でも何度か使っている試作品アイテムなんですけども、結構、イメージつかみやすいと思いますんで、そういう風に理解していただいてですね、最後まで、解説の方を聞いていただけると嬉しいなという風に思います。まず一番初めに解説したいのはですね、この子の巻き下げに関してですね、いわゆる釣ってるものを上にまっすぐ上げたりまっすぐ下ろしたりする、そのために必要な無線合図、クレーン無線合図だったり玉掛け合図の、解説をしたいんですけども、まずまっすぐものを上に上げたいときはですね、交互兵という合図を行います。そして逆に下に下ろしたいときはコースラという合図を行います。交互兵コースラ、交互兵コースラというような合図ですね。オペさん交互兵、オペさんコースラっていうような感じになります。で、この交互兵コースラっていうのはですね、まあ、いわゆるこのクレーンの先端の、まあ、ワイヤーだったりとか、フックのことを子って言いますね。で、この後他で解説でも入るんですけども、この右手で持ってるこのハッカーの部分、いわゆるクレーンのジブの部分ですね。さっきの写真で言うと赤白の部分に関しましては、これは親って言うんですよ。なんで、先端の、釣ってるものの上下の動きに関しては、この動きになりますので、上げたい時は交互兵、下げたい時はコースラという風な合図になっております。次、二つ目の合図の解説なんですけども、物を前後にね、運びたいっていうシチュエーションも皆さんあると思うんですよ。クレーンを使ってると。で、上下に動かす動きは交互兵コースラでしたけども、これはね、このワイヤーを巻いたり下げたりなんですが、次はですね、物を奥にやりたいときは親を倒す。この映像で流れてる感じですね。物を手前にやりたいときは親を起こす。親っていうのは先ほども何回も言ってますが、ジブだったりとか、先ほどの写真で見るところの赤白の部分ですね、竿の部分を起こす。起こしたり、倒したり、親を起こしたり倒したりで物を、前後にコントロールする動きがクレーンはできると。で、そういう時にですね、まず、奥に物をやりたい、クレーンから見て物を奥に運びたいよっていう時に関しましては、親を倒す動きになりますんで、親すらという名称になりますね。おべさん、親すら、親すらって感じですね。親すら、親すらで覚えていただければいいかなと思います。で、その逆にですね、この親ジブを起こす手前に物を持っていきたい、そういう場合の合図に関しましては、親号兵。親号兵ですね。はい。先ほどは、こう巻くときは、こう号兵でしたけど、親を起こしたいときは、親号兵という感じですね。はい。親号って言ったりもしますから、皆さんそういう感じで覚えていただければいいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。で、ここで一点注意していただきたいことが、あるんですけども、この、こう号兵、こうすらとかと、少し違った特性を親は持っていましてですね、この動きとは少し違ったところがありまして、親っていうのは、親を倒せば、子は下がる。この映
映像でも流れてる通り、親を下げれば子は下がってしまって、親を起こせば子は上がってしまうんですよ。これはワイヤーの長さ、先端のワイヤーの長さが変わらないのに、親を倒してるからですね、視点の部分、一番トップの視点の部分が下がったり上がったりしてるんで、まあそれはレベルが変わっちゃうよねという話なんですけども、この水平に物を前後に動かしたいっていうシチュエーションも必ず発生するじゃないですか。親を倒して、こう何もしないでね、同じレベルでそのまま親を倒したら物がどっかにぶつかっちゃうとか絶対あるわけですよ。そういう時にですね、親すらしながら子合兵とか、親子をしながら子すらとかっていう、2つの合図、この合図と親の合図を同時にするとか、そういうことも全然基本的には OK だと、いう風に、なっております。なんでこれはシチュエーションによって使い分けないと物をうまいところに、ね、運べないとかっていうのはよくある話ですので、親子を交互兵とか、コースラー親子とか、そういう風に2つの合図をですね、同時に使いこなすっていう技術も、まあ、やっていく中で身につけると非常にいいんじゃないかなという風に思います。次3つ目はですね、この映像にも流れてる通り、右左左右の動きですよね。一番最初この動き、上下の動き、2つ目は親の動きで前後の動きをね、解説したと思うんですけども、最後この左右もね、コントロールすることができれば基本物はどこにだって運べるっていうことになるわけですよ。でこの左右の動きはですね、合図はとても簡単で、右に行きたい場合は右旋回で、左に行きたい場合は左旋回なんですよ。で非常に合図は簡単なんですけども、一つ本当に注意してほしいことがありまして、このね映像を見てもらえたらわかるんですけど、まあ向き合ってる状態ですよね。今自分、皆さんが動画見てる皆さんとこの、クレーン、いわゆるハッカーですね、この動画で言うとが向き合ってる状態なんですが、自分から見て、左に行ってほしいと皆さんが今考えてる場合ですね、これ左旋回対応するとこういう風に映像で流れてる通り右側に行っちゃいます。自分から見て右側に行っちゃいますね。これなんでかっていうとですね、自分から見ては左側に行ってほしいんですけど、クレーンのオペレーターさんは、クレーン側から見るとですね、左はこの映像の右側に当たるわけですよ。視点が違うんです。向き合ってるから。これ本当にやりがちなんで気をつけてほしいんですけど、自分から見て右側に逆に今行ってほしいなと思っているんでしたら、右旋回という風に合図をしてしまうとですね、これクレーンは自分から見て左側に行っちゃいます。はい。これもさっきと同じ理由ですね。自分から見て右側に行ってほしいんだったら、オペレーターさんから見たらこれ左側なわけですよね。向き合ってるんで。なんで、オペレーターさん左旋回って合図しなきゃいけないんですよ。これ本当にごちゃごちゃになって、わかんなくなっちゃう人がいるんですけども、基本簡単な考え方としては、オペレーターさんから見てどっちに、行かせたいかっていう考え方をしてください。自分視点で右に行かせたい。オペレーターさんと向き合ってるんだったら、オペさん左旋回っていう形になりますよね。その逆だったら右旋回。もうすごくシンプルな話なわけですよ。で、これただ旋回って本当に一歩間違えたら壁とかがね、あったら、もうこれ左旋回とかしてほしいのに、右旋回とか言っちゃったらもう壁衝突しても破壊しちゃいますから、本当にね、めちゃくちゃ危険。もうこれで事故めちゃめちゃもう全国の現場で、もう慣れてない方がね、クレーン使って事故っていうのはよくある話ですし、すごく起きてる事故なんで、本当に注意していただきたいなというふうに思いますんで、皆さんも気をつけてください。ここまでの3パターンの、クレーン無線合図、玉掛け合図、交互平行すら、親子を親すら、そして左右の右旋回ですね、親の動き、子の動き、左右の動きね、旋回の動き、この3パターンでですね、まあタワークレーンだったりクローラーは、まあ十二分に合図することができるかなというふうには思うんですけども、ラフタークレーンというクレーンがね、あるのを皆さんご存知でしょうか。まあ行動とかね、走って現場を移動できたりとかっていうので、すごいね、重宝されてるクレーンなんですけども、そちらのクレーンはですね、まあ、この親の起伏、この、巻き下げ、右旋回左旋回以外に一つ特殊な、動きをすることができまして、それがブームを伸ばしたり縮めたりっていう風な動きをすることができるわけですよ。で、これ合図としましては、オペさん、親伸ばしとか、親縮め、親もうちょい伸ばし、はいもうちょい伸ばし、はいストップみたいな感じで、合図をしていくという感じになっておりますね。はい。で、この親の伸ばし縮めって何
どういう合図なのっていう話をちょっとしていきたいんですが、この映像でも流れている通り、先ほど説明した親の起伏、親号、親すらですね、それは親を起こすと子も一緒に上がって、親を下げると子も一緒に下がっていくという特性があったということは皆さん覚えてると思います。で、これはもちろんね、親すら皇号とか、親号皇すらとか、一緒にね、子と合図を一緒にすれば、親と子の合図を一緒にすれば、水平に物を移動させることもできるんですけども、基本、親はそういう特性を持ってる。親を起こせば子も一緒に上がる、親を下げれば子も一緒に下がる。ただこのジブを伸ばすと、この映像でも見ても分かる通り、親を伸ばせば子も一緒に上がっていくわけですよ。で、親を下げれば子も一緒に下がっていくわけですよ。このジブ、親が縮んだり伸びたりしてるわけで、それと一緒に子は上がってったり下がってったりすると。なんで簡単に言うと、親の起伏、親子をこうすらとは、逆、全く逆の動きをするわけですよね。親を起こすっていうのは手前に物を、持っていく行為、そうすると子は一緒に上がっちゃう。で、親すらっていうのは物を奥にやる行為、そうすると子は下がっちゃう。だけど、ブーム、親を伸ばすのは奥に物をやる行為だけど、子も一緒に上がる。ブームを縮める行為は、親、物を、手前に持ってくる行為だけど、子は下がっていく。これ全く逆の動きを行ってるわけですよ。なんで、これは現場のシチュエーションによって使い分けてほしいなというふうに思います。で、こちら今映像でも、お話ししているんですけども、こちらね、クレーンの先端ってカメラがついていまして、これラフタークレーン、また他のね、タワークレーンとか、クローラーと違うところなんですけども、タワークレーンとかクローラーはカメラが先端についてます。ジブの先端に。なんですけど、ラフターに関しましては、ジブの先端に、カメラがついていないんですよ。なんで、より精度の高いクレーン無線合図が、玉掛け無線合図が求められると。で、キャビンの運転席から、本当にね、クローラーとかタワークレーンはめちゃめちゃ精度高いカメラがついてるんで、すっごい細かく人が歩いてるとかまで見えるんですけど、ラフタークレーンはそれがキャビンに乗ってる、運転席に乗ってるオペレーターさんから、物が釣られてる状況が見えないと。なんで、先ほど説明した、親を伸ばしたり縮めたりとか、親を伏せたり起こしたり、親すら親子とか、そこら辺の合図を巧みに、使いこなしながら、その現場、現状で最適な合図をしてあげないと、ラフターのオペレーターさんが、とても難しいというか、困っちゃうわけですよね。正確な合図をしてくれないと。なんで、先ほど親を伸ばす、縮むって話はありましたが、まあ、親すらしたら怖さがっちゃうわけで、物を奥にやりながら、物を上に上げたい、こう上げたいっていうシチュエーションも絶対あるんですよ。そういう時は親すら交互を使うんではなくて、オベさんちょいブーム伸ばしとかって合図をして、物を上げながら奥に物をやるとか、そういう合図を使いこなすと、ラフターの無線合図とか玉掛け合図も非常に良くなってくるのかなというふうに思いますんで、ぜひ、ここで覚えておいてください。ここまでの説明で皆さんかなりラフタークレーンの性質に頭を悩ませてると思うんですけども、ラフタークレーン実はもう一つややこしい、ポイントがありましてですね、それが孫っていうものなんですが、実はラフタークレーンは親を伸ばしたり縮めたりだけじゃなくて、折りたたんでるその孫というものをですね、ニョキッと生やすことができるんですよ。この映像で流れてるような感じで、普段折りたたんでるものを出すことができると。それが孫出しって言うんですけど、この孫出しをすると何ができるかっていうと、より遠くのものを釣れるようになるんですよ。いわゆるジブを伸ばすわけです。もう、ジブを目いっぱい伸ばしても届かないものを、もっと奥のものを釣りたい時に孫出しをするわけですよ。で、これをより遠くのものを釣れるんですけど、ジブが長くなってしまうんで、その分、重いものを釣れなくなります。はい。限界で釣れる重さが、限界値がもっと浅くなってしまうんで、そういうデメリットはあるというふうに覚えておいてください。ただ、これ、孫は先端のジブの、親のジブの先端からニョキッと入るんで、この親の親号、親すらとは別で、この孫の先端を起こしたり下げたりっていう動きも出てくるんですよ。親のジブ、ジブが2段階式になると思ってください。ってなると、親号、親すらと、この先端の孫を起こしたり下げたりっていう動きも出てくるわけですよね。で、そこの合図に関しては、孫を下げたいなら孫すら。で、孫を上げたいなら孫号っていう合図をすればオペレーターさんには伝わります。なんで、親を目いっぱい起こして、親号、親号、親号まで行って、もうちょい親を起こしたいなと思ったら、あ、じゃあ一緒に孫も号へーとかっていう合図をしたりとか、親を倒してってそのままじゃあ孫、あ、じゃあ孫だけもうちょいすらとかっていう合図もすることができるわけですよね。なんで、ラフターは非常にややこしいので、まあ、ここら辺はね、実際のラフターをね、使ってね、説明とかできたらよりわかりやすいかなと思うんですけども、ラフタークレーン
ンにはそういう性質もあるというふうに皆さん覚えていただけるといいのかなというふうに思います。ここまで説明した合図でクレーンを動かす合図に関しましては 90% ぐらい完璧かなというふうに思うんですけども、ここからはね、動かしているクレーンを止める合図を解説したいと思います。はい、めちゃめちゃそのまんまなんですけども、ストップという合図でクレーンは止まります。はい、止める合図はストップですね。でこれすごい簡単なんですけど、事故がすごい多い合図でもあって、現場でねコースラコースラコースラって合図してて、自分がねこの辺まで下げてほしいなと思ったとこまで来るとストップって言い忘れちゃう人がいるんですよ、慣れてない人だと。でこれ嘘だろうって思うかもしれないんですけど、本当に非常に多いストップの言い忘れはね。で基本的にクレーンのオペさんはストップって無線の合図者に言われないと止めないですから、なんで止め忘れてズドーンってね、フックがそのまま地面についちゃうとかね、釣ってるものが落ちちゃうっていうのが本当によくある事故なんで、本当に皆さん気をつけていただきたいんでね、舐めずにストップの、反復練習だけよろしくお願いいたします。ここからは応用編の知識をちょっと共有したいなというふうに思うんですけども、フックの合図の解説をしたいと思います。フックの合図って何ですかってね、皆さんなると思うんですけども、タワークレーンは、フックが一つなんで、この合図はあまり関係ないと思っていただいて結構です。ただし、クローラークレーンとかラフタークレーンっていうのは、親フックと子フックっていう二つのフックが、搭載されているんですよね。このジブの先端から二つのフックが垂れ下がっていると。で、この親フックと子フックっていうのは、親フックの方が重いものを釣れるよとか、子フックの方が巻き下げ巻き上げのスピードが速くて、フック自体も小さいので取り扱いしやすいよとか、そういう特徴がね、2つともあるんですけども、それはシチュエーションによってね使い分けていただきたいんですが、この親フックと子フックは基本的に同時に使うことっていうのはあんましないんですが、同時に使うとき、何かを相釣りしたとかしたりとかね、同時に釣ったりとかっていうことが、シチュエーションによって現場ではあるんで、そういうときはですね、オペレーターさんにしっかり伝わるように、親フックだけを巻きたいときは親フック合併とか、子フックだけを巻きたいときは子フック合併とか、子フックコースラみたいな感じで、コースラ交互併の前に、親フック子フックって名称をつけてあげてください。親フックコースラーとか、親フックスラーとか子フックコースラーとかっていう風に言えばオペレーターさんには伝わると思いますんで、そういう合図をしてあげてください。ただしですね、この間違ってもこの幼獣ではもう子フックしかもう使いませんみたいな、ずっと子フックしか使ってませんっていう状態なのに、毎回毎回子フックコースラー、子フック交互兵とか、親フックをもう使ってないのに子フックコースラーとか言ってると、まあさすがに鬱陶しいんで、この子フックだけしか使ってない時、親フックしか使ってない時はわざわざね、その前に名刺をつける必要はありませんので、そこだけ注意していただきたいなというふうに思います。ここから最後の応用編、スピード指定の解説をしていきたいんですけども、スピード指定に関しましても少しややこしくてですね、タワークレーン、ラフタークレーン、クローラークレーンで、ちょっとスピード指定の合図がかなり違ってきますんで、間違えないようにですね、皆さん覚えて帰っていただきたいと思うんですけども、まずですね、ラフタークレーン、クローラークレーンに関しましては、ちょっと皆さん聞き馴染みのあるね、ちょい早めとか、あ、じゃあ早めで合併とか、ちょいゆっくりスラーとかっていう、そんな感じで、スピード指定の合図をしていきます。で、このゆっくりとか、早めとかっていう感覚がですね、オペレーターさんによってちょっと変わるっていうのはよくある話なんですよ。で、人それぞれちょいの感覚が違うとか、ゆっくりの感覚が違うみたいな感じですよね。運転してるオペレーターさんによってね。なんで、無線車、合図者としては、最初1回ね、1、2回ね、その人と一緒に、クレーンの用事をした際にですね、あ、この人のちょいはこんぐらい下がるんだなとか、この人のゆっくりはこのぐらいのスピードなんだなっていうのを早急に把握してですね、その次の幼獣、合図から、その、スピードを把握した上で無線合図を行っていくというのが非常に大事になってくるなと。あ、このオペレーターさんだったらこのぐらいの高さあったら、ちょい早めで下ろしても大丈夫だな、このぐらいのスピードで降りてくるからっていうのを把握した上で合図をすることが非常に大事になってくるという感じですね。で、合図のイメージとしては、まあ巻いていきたいんだったら、ちょい高後へーとか、ちょい早め、はい、じゃあ高速後へーとかって感じですね。で、下げたい時に関しては、じゃあ早め高速すらーって言って、そこから、はい、じゃあちょいゆっくりー、はい、じゃあもうちょいすらー、アイストップみたいな感じで合図をすればいいのかなというふうに思います。で、こっから最後、タワークレーンの解説なんですけども、タワークレーンのスピード指定に関しましては、全くラフターとか、クローラーと違いまして、ノッチっていうね、数字を用いてですね、スピード指定を行っていきます。そのノッチって何なのかっていう話をすると、1、2、3、4、高速みたいな感じでスピード指定が分かれていてですね、1が一番遅くて、2、3、4と、スピードが上がってって、高速が最も
速いというようなのが一番ベーシックな、スピード指定、タワークレーンのスピード指定になっております。で、この 1,2,3,4 とか3と4の間とか4と、高速の間に点5が入ったりとか、4と高速の間のスピードで 4.5 とか、3.5 とか、そういう風な、合図をできる機会もあったりとか、 1,2,3,4,5 高速とかっていう機械が、あったりしますんで、これは機械なんでやっぱメーカーによってノッチの、入れ方とか設定がちょっと違うんですよね。なんでそこは、最初分かんないと思いますから、クレーンのオペレーターさんにね、最初無線持った時にこの機械はどういう風なノッチの入り方しますかとか聞けば親切に教えてくれますから、全くね知識がない、この機械はどういう風なノッチが入るか分からないって状態で、ノッチで、スピード指定の合図をする方がはるかに危険ですから、そこは恥ずかしがらずにオペレーターさんに聞くというのが一番いいのかなという風に思いますね。はい。で、まあ合図のイメージとしましては、まあ巻きたい時に関してはね、はい、じゃあ2で5へ、はい、じゃあ4で5、はい、じゃあ高速5へとかね、下げたい時は、はい、じゃあ高速すら、はい、じゃあ4で、はい、じゃあ2で、もうちょい、はい、ストップみたいな感じで合図すれば、タワーのオペさんは分かってくれるかなと思いますんでね、ぜひここら辺の知識をつけてですね、皆さん明日から、現場で応用して使ってみてください。はい、ということでですね、クレーン無線合図、玉掛け合図に関して今回はね、いろいろ喋らせてもらって、解説させていただいたんですけども、この玉掛けに関しては本当にね、間違った知識とかつけるとですね、本当大きな事故につながりかねないというのがありますんで、今回の動画をね、何回も見返せるように高評価、いいね、保存等していただいてですね、何回も見返して知識としてつけていただいてね、その上で明日から現場の方で利用していただければいいのかなというふうに思います。はい、それ以外にもですね、建設業特化の転職サイト、建設ジョブズの詳細だったりとか、その他にも建設業お悩み相談サービスのね、詳細は僕の各 SNS のプロフィールから飛べるようになっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録フォローよろしく。ガヘー。